こんにちは、袋司会の袋です。本日のご質問です。根っこの海の放置ということです。こんにちは。先日、前歯、かっこ差し歯の入れ替えをしました。以前からなんとなく少し痛みがあり、入れ替えの際に根っこの治療、過去一度で OK と言われましたを施してもらい、ファイバーポストでセラミックの保険外の綺麗な差し歯を入れていただきました。見た目歯茎とともに、満足して帰宅しましたら、そのよう むずがゆい痛みとともに、その歯の上の部分、鼻のあたりに激痛が走り、すぐさま歯科医院へ、レントゲンを取るとうっすら影が見える。でももうファイバーポストを入れてしまったので、外して再治療は進めない、とにかく今の痛みを、鎮痛剤と、抗生物質で抑えてしばらく様子を見るしかないと言われました。痛みはそこそこ引いてきていますが、このまま放置に疑問を感じています。海は体に入れておいて、大丈夫な印象がありません。先生にそのことをお伝えしたら、部分的なものが大丈夫との返答でした。以前歯根端切除をお願いしたことのあるかかりつけで信頼はしていますが、放置はどうしても不安が残ります。歯を外すにもファイバーポストを外すのに、本当に大変で歯に負荷がかかりすぎる。しかも一度根の治療をしているけれど出てきたのだから歯茎からの治療としたいけれど今は時期尚早だから痛み止めで様子を見ましょうとの回答は正しいのでしょうか。いろいろ調べて10年くらい症状が出ず放置の場合もあるとかでも心配ですということで、ご質問をいただきました。セラミックポストを入れるまでは、痛みがなかった、ごめんなさい、セラミックを入れるまで痛みがなかったのか、ファイバーポストを入れた時点で若干なんか違和感があったのか、その辺の違いも、重要かなと思います。おそらく全て入れてっていう時に、歯にこうちょっと多少の振動が加わって、それによって歯根膜が揺らされ、もともとあった方の部分のところが、なんかおかしくなってるっていうことが多いので、まあ、まず第一は、噛み合わせの調整が、一番の、問題です。一番最悪な事態は、まあ、簡単に言えば根が折れている。それによって根が割れてっていうことが あると、困ります。まあ、そこまでは多分いかないんだと思いますが、うっすら影が見えるということですので、歯茎からの治療というのは、いわゆる歯根端切除手術、前にもやられたことがあるそうですので、この方の場合には、まあ、それをもう一度やらせていただくっていう形になるのが一番、無難かと思います。ただ、この先生が言われたように、時期尚早というのはなぜかというとですね、この時点ではもしかしたら、骨の中にまだ膿が、膿というかその病変が溜まっているというか、状態ですので、若干少し待つと症状が治まる粘膜の下に、まあ、簡単に言うとその膿の出口を求めて、骨が通路を作ってくるという時期になります。そこまで来ると、まあ、簡単に言えば歯根端切除手術もしやすいというか、結果が見やすいというところが若干あるので、そこまで待ちたいということなんだと思います。場合によってはもうこの時点で、いいですかということで私の場合はやらせていただくこともあるんですけど、判断自体は間違えていないということを、覚えていていただければいいかなと思います。以上です。